はい、恐山です。ヤーグザラット、ねストーリー進みますよね。ニーゼル空港に行って、で次の目的地なんて名前かちょっと忘れたんですけど、出発なさいますか。はい、出発します。どこ行くの。全く老いぼれのボケにも老いぼれ、お、わかんねえな。ジジイのジイだよな、これ。わかってるんだかわかってないんだか区別がつかないところが困るんだよね。フォッ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 、合計の次の目的地は、石は次の石に我々を導く。共鳴してるな。風の石、砂漠のアリバーシャの地で、忘れられし水の力。はい、今回は国しかわからないか。とにかく行ってみよう。行ってみてから考えよう。はい、水の精霊ですね。実はね、オフの間に水の精霊に会いに行こうと思って探したんですけどね、実は次のところに水の精霊がいるんですね。なんか前回のパートの最後で水の精霊に会っていいものもないとか言ってたんですけど、あれ風だったっけな、なんか忘れちゃったんですけど、うん、というか俺のねゲーム遊んでる主人公の名前ジジイの G をいっぱい使ってんだから、それぐらい読めよってさっき思いましたまあいいや。でね、そのオフの間にねごめんなさい、もう本当にねここ最近ずっとねなんか舌がね回らないんだよな。アララトスでいいのかな。あいつがね仲間になるんですよ。これだったっけ。そうそう、チョンガラの店ね。これたまたま行ったら仲間になったんで、なんてやつだったっけな、ヘモジ。うん、やっぱり自分の家は落ち着くの。ん、おい、売り二つのおっさんがなんと汚いジジイじゃの真似すんな真似すんな。ちょっとどうしてチョンガラが二人もいるのよ。なんて可愛いの。あ、みんなお疲れモードだなみんなどうしたのよ。お前おどんじゃな、そうだ、絵文字じゃない、おどんおどん。これ真似するんですよね。いや、わしの家におどんが住み着いとると。うひょ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 、またコレクションが増えたわい。はい、つうことで仲間になります。みんないい加減にしてよいや、シャレになんないっすよね。じゃあ行くか。はい、します、します。耳寄りな情報聞きたい。まあいいか、今回はいいや。一応オフの間にねそれ聞いたんですよ。聞かなきゃいけないのかな。聞かなきゃいけないんだったらちょっとまた聞いときます。あんまり聞かなくてもいいようなことだったね。で、今回はあれよ、水の精霊、ニーベル、アリバーシャ、また敵出んでしょたまには敵出ない感じでワンパート終わらしたいな。チョンガラの国っぽいよね、砂漠だからとっても似合ってる。てか誰もいないのか。お、来た来た。
スメリアノワークさんですね。はい。あなたは、私はこの国に古くから住んでずっと水の精霊様を守っているサリュ族のものです。ヨシア様からあなたを我々の村へご案内するようにと言われております。父さんから？はい。ヨシア様には大変お世話になりました。さあ、こちらへどうぞ。疑っちゃいけないけど、本当にいいのかな？まあ、騙されることはないですよね。どうなんだろう。まあ、じゃあ行きましょう。いえ。あれが我々の村です。アゼンダ高地から来た我々の先祖が、祖先が最初に住んだ場所です。その頃はここは水と緑の豊かな、それは住みやすい土地だったと聞いております。この砂漠の国が、急には信じられない話ね。空港から大きな建物が見えたでしょう。えらく武骨な建物だったが、あれは何じゃ？あれは動力源の採掘場です。動力石か。動力石は今であらゆる国で機械を動かす源となっているものです。1000年前にロマリアから来た男が動力石を掘って、他の国へ売りつける商売を始めました。動力石は高値で売られ、国はにわかに富みました。ところが急な採掘は自然に狂いを生じさせたのです。少しずつ国は乾き始めました。そして今では国はすっかり砂漠化してしまいました。しかしその男の子孫がこの国を治めているのです。なんてことだ。参りましょう。長老から聞いていただきたい話があります。まあ、この時期、おーおー、なんだ。村が。おー、ちょっと待って、長老、何が起きたんだ。やばいよ、行こうぜ。粉々だよ。なんてことだ。長老。ひどい。ひどすぎる。どうしてこんなことに。生き残った人はいないのか。お、なんだあいつ。水の神殿の鍵は手に入ったか。うわ。よし。マッドバトラーっていうのか。カサドール様がマジだ。引き上げるぞ。待て。お、アークデーモンか。なんだ貴様。お前らがこんなことをしたのか。だとしたらどうなんだ、小僧。許すわけにはいかない。なんか持ってましたよね。これ。悲劇のメガネ。どうやって見るんだったっけ。見れねえよ。LR か。慣れないな、これね。効果分かってません。分かってないのか。じゃあ、分からんものは、一応じゃあ、ポーに、ポコか。持たせよう。適当だな、俺な。俺かい？よし。トッシュはね、育てたからな。あ、ジャンプできない。ここ行けるな。これ宝箱じゃないな。こっちに一人。レッドスケルトン。なんか魔法使ってきそうだな。よし、じゃあちょっとずつ進んでいこう。おどんでいこう。出てこい。初うどん誰コピーするかだな。ここまで行くとやばいか。じゃあ
フレッシュサイレント。使えんな、まだ。よし。こいつで。これ。真空ザ。46。さあ、やるぞ。ゲイルフラッシュで。いや、あそこ全体やりたいな。こうやっていくか。メテオフォール。うん。食らう食らう。スキャット。ナイス。やるね。お、なんか。なんかダウンしたな。乗り移り。敵でないとダメなんだな。じゃあ無理じゃん。何もできないな。蘇るのか、もしかして。こうするか。エクスプロージョン。浄化の魔法かなんかいるんですかね。ほうほう。じゃあ回復しとこう。天の裁き。結構痛いかな、これね。でも一発やってみよう。不浄なる者への天の裁きを。くらえ。で、死亡ね。オッケー。ありがとうございます。サイレントだけど。よし。お、倒せんでしょ。よし。ここで力を見せてやるぜ。どうすっかな。アークでいいかな。じゃあゲイルフラッシュで。ゲイルフラッシュで、イーガが背後から攻撃すると。もう全然食らわん。もう負けないぞ。よし、いけないんすけど。これ乗り移ってもいいのかな、仲間に。やめとこう。うんうん、なるほどね。来ねえな。回復。こうやるか。弟子になりたいやつは誰かの？エクスプロージョン！なるほど、これ一発当てるだけで倒せるんですね。倒れてるやつ。サンダーストーム。頑張るぞ。じゃあやってみるか。これね。くらえ。よし。ここでいいとこ。狙われるかな。じゃあメテオフォールで。メテオフォール。
よし。で、オドンはいけないんだよ。食らう？全然ですね。時間だ。これだったらオドンも結構ダメージを稼げるでしょ。よし、ナイス。わしゃ強いぞ。モフリーで行くか。モフリー何やってんだっけ。出てこい出てこい。作りゃ床作るんだったっけな。じゃあ回復するか。いけません。詰まってます。あ、倒しちゃった。お、E がやばいな。そうなのか。よし、こうで。私はもう十分に強いです。そうですね。じゃあほいで、ゴーゲン向こう行こう。なんか狙いたいんだよな。無理だもんな。それ。これで攻撃力上げて。ていうかやっぱりあれですね。敵操ってたら、これいけないか。いけないな。操って倒したらチョン柄の手柄になるんですね。じゃあガンガンやっていくか。無情なる者への天の裁きを。あ、イーガさんの手柄取っちゃった。よし。まあいいや。魔力の歯。コピーしてみるか。お。めっちゃ食らってるよ。はい、どうぞ。この勝負ください。よし、終わりはない。オフリーでいっと。花粉攻撃。あ、結構食らうな。結構増えてきたな。一応 HP は少しずつ削られていってるんで、この辺からいくか。何がいいのかな。ヒート、おおおお、エスプロージョンにしよう。エクスプロージョン。じいさん強いよ。で、ポゴはこっち行くか。任せて。食らうかな。食らうかな、これ。全然食らわない。真空ぞ。よし。すげえぜ。誰にも負けねえ。最強の技かな。オーカー爆雷山、桜って出るやつですよね。跳ね飛ばし、うわー、ガンガン増える。力が湧いてくる。てかアークで、あの
敵の強さだもんな。ドリームノックよりもサンダーストーンやってみるか。サンダーストーン、あまり変わらないな。分裂した後なんで弱いっすね。さてじゃあここもフリート、ちょんがらで任せよう。くらえ、よし、うん、意外といい感じで上がってきた。テレポートサビになりたで、あとはポコか。オッケー。何か。いやー、なんか一回の戦闘長くなってきたな。経験値もすごいし。あんまりね、あのレベル上げてないんですよね。だけどまあこんなに鍛えなくてもすごいんだ。めっちゃ経験値みたい。ああ、村長、長老、お気を確かに。その方がヨシア殿のおっしゃっていた方か。はい、スメリアのアーク殿です。あまり話をしない方が。我々は時代に取り残された民、忘れられて滅ぶならばそれもまた運命。ただこれだけはお伝えしておきたいのです。精霊たちは皆痛みを抱えております。それはこの世界の痛みなのです。ヨシア殿からあなた様は人の未来への希望だと聞きました。まだ終わらせてはいけないのです。これはこの村に伝わるお守りです。何かのお役に立ててください。お、盾か。カサドールは忘れ去られた水の神殿に向かっております。水の精霊を守ってください。長老、いや、それ思ったんですよね。カサドールってね、何者なの。アリバーシャ王国の配下の将軍です。いたっけ。ああ、初めて見るか。人の命など何とも思わない、モンスターよりもひどい男です。奴だけは許せない。水の精霊が危ない。アーク、早く神殿に向かわなきゃ。アーク。ん？何かを知っても、学んでも、俺の目の前から悲劇は消えない。俺はなんて無力なんだ。いや、確かにね、人の力、一人の力っていうのはね、そんなに大きくはないですけどね。でもこれがね、一つ二つ力をね、集めていけばどん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 と大きな巨大な渦になっていくんで。お、間違えてセーブしちゃったやん。取り返しつかねえな。まあいいや。久しぶりになったんで、結構長かったね、戦闘。まあ、多分次も大丈夫でしょう。水の神殿。ようやく精霊様と会えます。で、やっぱりね、この時期、さっきちょっと言いかけたんですけど、この時期に出た RPG は、同じテーマのね、ストーリーのゲームが多い気がしますね。うん。いやー、そうか、星の命か。すごい話だよな。うん。はい、それではここら辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。